目に蘇ったかわかんねえからな。これは君がコールドスリープされた時の所持品だよ。こっちが新しい君の制服だ。私は銀河警察高機動小隊長ジョディ・サマーです。リュウ・スザク、君は今日から私の下で働いてもらうことになる。体の異常は？別に。違う。君の着るのはこっちの服だよ。リュウ、どこへ行く？約束があるんだ。これは、ここは一体？やっと認識したようね。昔ニューヨーク、今はミュートシティ。2201年よ。君のいたのは2051年。すでに150年が経過していることになる。その間俺は眠ってたのか？モーニングコールのタイマー忘れたんじゃねえか？彼はメンバーのジャック・レビンよ。よろしく。ジャック、リュウにここの内部を案内してあげたまえ。え、俺がかよ。そんな、そんなバカな。元気だ、完成じゃ。お前さんは？キーは？キー？え？これ。マシンウェイト1850、加速性能は断トツだ。ところであんたは。やめろ。おい、それに乗るのは10年、いやいや150年早いんだよ。行きやがった。どうやら危
150年眠ってたってのは本当らしいや。なんだこいつ、パワーを上げるにはどうするんだ。分かってるよ。あった。遅れちゃってごめんなさいね。どうしてここが。昔の男が懐かしがるところといえば他にねえだろ。いい女だったか。怒んなよ。ちょっとからかっただけじゃねえが。女の一人二人諦めろよ。俺なんかモテすぎて困ってんだよね。高機動招待とか言ってたが、やる気になったのか。どうせ吐き溜めみたいなところだろう。お前なんかがいるんじゃ。当たり。レースだよ、レース。レース。俺についてきな。いいところに案内してやる。お前の歓迎会さ。順番ね、順番。俺は帰る。いいじゃねえか。何も俺がモテるからって。まあ、一人くらいなら合わせてやらねえでも。いやいや、やばい。いい加減にしてくれ。150年も寝かしといたらワインなら極上なのによ。おい、待てったら。せっかく連れてきてやったのに、人の親切無駄にしやがってよ。誰も頼んじゃいない。偉そうな口聞くじゃねえか。ろくな掃除もできねえくせに。レースなんて無理無理。なんだと。これでもトップレーサーの端くれだったんだ。